はい、皆さんこんにちは、今回は梅雨明け時期のライオゲームを、皆様にお届けしたいと思います。この時期っていうのはもう水路とか川とかの水位が一気にこう上がります。それでトップウォーターの付録ゲームでオープンエリアっていうので、ライオ釣りを考える場合に深くなるとちょっと私苦手ですっていう方が結構多いです。ただそれを狙い方によって考えていくと逆に釣りやすくなるっていうことがあったりとか、あとはまあ春先とか秋口に比べるとアタック自体の数っていうのは少なくなるんですけど、ただ食いが深くなるのでキャッチ率が上がるっていう、そういうことがあったりとかします。まあね、アタックシーンもありますし、まあファイトシーンもありますし、キャッチシーンもあるので、単純にライオ釣りをしている動画を楽しみたいなって人も、そういう感じで見ていただいてもいいです。ということで梅雨明け時期のライオゲームご覧ください。分かりにくかったという方がいたので解説しますね。これ唇ですね。これが唇です。これをこうやってそのまま開けようとすると破れちゃうので、この唇の奥の硬いこの歯茎の部分ですね、ここを開けます。で、親指の側面でこの歯茎を押さえながら開けるか、まあ私の場合は爪ですね。爪だと傷つか、あの指も傷つかないんで、爪でこう歯を押さえるようなイメージですね。ここの、ここを支点にしてですね、バス持ちみたいなイメージで、こう口開かないんですけどね、これでだいぶ力入れてから一瞬力抜いたり怒ったりした後に一瞬力が抜ける時があるので、その時を見計らって口を開けます。こんな感じですね。で、歯がこれびっちり生えてるわけじゃなくて、こう隙間が
あとところどころ空いてるんで、この隙間が空いているところにこの歯茎になってますよね。この隙間が空いているところにこうやって入れる感じですね。これ隙間ですね、これ。うん、そしたら段差になってるところ、こうやって奥に入れたら傷まないんで、ゆっくりですね、ゆっくり開けてあげると意外と暴れないんで、こんな感じですね。ゆっくりこうやって開けてあげる感じですね。で、頭があっち向いて、ここ中回転するんで、こうやって。で、こうですね。頭の向いてる方が針先なので、針先の方、こう、上ですね。上にして、これを、ぐっと押す。と、外れちゃうと。結構簡単に外れますね。で、持って。手でも、雨で逃がす場合もね、こうやってやって、枝にこうやって水入れると元気になって、こう逃げると。いう感じですね。すっごい食い方だったけど。これはちっちゃいから抜きますね。これはちっちゃいから抜きますよ。よいしょ、ちっちゃ。あ、このサイズでも狙いのかかっちゃいますね。Thank you.